笑い好き好き。僕はですね、中学生時代にいろんなお笑い芸人さんにファンレターを書いておりまして、で今日はですね、実際芸人さんがくださった、ファンレターの返事というのを紹介したいと思います。今回はこちらですね、お笑いコンビサービスパンダのボケ担当飯田浩司さんがくださったファンレターの返事ですね。1996年から2001年まで活動しておりました。ボキャブラ天国でも白と黒のエクスタシーというキャッチフレーズでですね、活躍もされておりましたし、 NHK の爆笑オンエアバトルでもネタに印象を残しておりました。あのホタテ太郎ってあの紙芝居のネタですよ、アーノルド・ウォンツェイじいさんのそんな飯田浩司さんのね、お返事紹介したいと思います。純君へ、これ僕の本名ですね、寺島潤って言うんですけど、手紙どうもありがとう、イラストもありがとね、美術とか好きそうやな、これからも応援よろしくということでね、こちらにサインも書いてくださって、こういうね、サービスパンダのオリジナル便箋ですよ。これね、サービスパンダのキャラクターのね、パンダちゃんなんですけど、名前はわかんないですけど、美術とか好きそうやなっていうのはですね、僕飯田浩司さんの全身像を書いて手紙と一緒に同封したんですよ。この当時のね、雑誌の中に載ってた飯田さんをね、そのまんまこれ色鉛筆で書いて送ったんですよ。それで美術とか好きそうやなって書いてくださったんですね。でもう一枚こういったね、紙が同封されておりまして、これサービスパンダオリジナル T シャツなんですけど、この先ほど言いました、パンダのオリジナルキャラクターのね、可愛い T シャツなんですけれども、ご本人方が結構普段から、着用しておりまして、でファンの方とかにも販売していたんですけどね、1枚2500円分の定額小為替、定額小為替でね、売買するっていうのが非常に時代を感じますけど、色がですね、白、水色、紺、グレー、茶とね、多種にわたってあります。もう中学生当時のね、2500円って言ったらもう本当大金ですからね、もう本当に涙を飲むかと思いきや、ちゃんと買いましたよ。ほらね、買いましたよ、当たり前じゃないですか。色違いで3枚買いましたよ。